最強寺は、滋賀県大津市坂本にある天台神税宗の、総本山の寺院。三号は貝、甲山、本尊は、阿弥陀如来。甲駅は、聖徳太子とする伝承もあるが、半然とせず、室町時代、中高の祖であり天台神税宗の宗祖である、神税が入寺してから栄えた。寺名は詳しくは、県保証最強寺という、 比叡山登録の宇都市坂本地区の北方にあり、比叡山山島の一つである横川への登り口に位置する。付近には、比叡山の鎮守である、日吉大社などがある。最強寺は、天台宗宗本山の延暦寺、天台寺門高志宗本山の恩城寺に比べ、知名度は高いと言えないが、天台系仏教の一派である天台神勢宗の宗本山として400か、 寺以上の松寺を有する。2015年4月24日、琵琶湖とその水辺景観祈りと暮らしの水遺産の構成文化財として日本遺産に認定される。西京寺は室町時代の文明18年、中高の祖とされる僧、神税が入寺して以降、天台念仏と戒律の道場として栄えるようになったが、それ以前の歴史は必ずしも明らかでない。 早々については、最強寺演技や、近世の知史類には、水古天皇26年、聖徳大使が死である高来の僧、絵地、絵僧のために建流したとする説もあるが、これは、伝説の意を出ないものである。神聖の弟子にあたる正雄が名を4年に表した、神勢聖商人王上伝記によれば、最強寺は、比叡山中高の祖である両元が建てた草案に、始まり、その弟子で、 王条要衆の著者として知られる原神が伽乱を整えたという。両玄と原神はいずれも平安時代中期、10世紀に活動した人物である。最教寺と両玄及び原神との結びつきについても確証はなく、その後鎌倉時代末頃までの歴史も半然としないが、比叡山と関係の深い一寺院として平安時代中期頃に創造されたものと推定される。 鎌倉時代末期の小中2年、円関が最強寺を再興したことは、史実と認められる。円関は、後醍醐天皇の帰依を受けた天台像であり、この頃から最強寺は、宴会道場として知られるようになる。最強寺が歴史の表面に現れてくるのは、前述のように、室町時代の文明18年、中高の祖である新勢が入寺してからのことである。新勢は、 夏吉三年、伊勢国一主軍に生まれ、地元の寺に入って出家した後、19歳で、比叡山に登り、その後20年以上も山を降りることなく、修行と学業に専念した。比叡山において神勢は徐々に頭角を現し、総会は、現代創図に至るが、文明15年、妙理を捨てて、比叡山の最も奥に位置する、黒谷清流寺に陰性した。このことは、 神勢の母の死がきっかけだったとも言う。それから2年後の文明17年、神勢はようやく山を降り、その年の12月、宮中で原神の王城要衆を抗議した。神勢は説法の名手として、当時評判が高く、宮中での抗議には多くの皇族、苦行らが臨席したことが、当時の苦行の日記などに見える。神勢は、 晩年の十年を、最強寺の復興と不況に努め、明王四年、旅先の伊賀国で死去した。53歳であった。天台系の本山寺院のうち、遠略寺や恩城寺が密教職が濃いのに対し、最強寺は、阿弥陀如来を本尊とし、念仏を重視するなど、浄土教的色彩が濃いが、これは、中高の祖である神勢の思想によるところが大きい。 神聖によって始められた天台神聖宗の修復は、改章二門、宴会念仏等と表現される。改章の、会は、戒律、章は、商名念仏、つまり阿弥陀仏の名を一心に称えることを言う。宴会は、縁懇の略であり、天台宗の僧侶や信者が守るべき戒律を指す。具体的には、盆謀行に説かれる十十四十八形戒という、 十の重い回と四十八の軽い回のすべてを守ることである。つまり、神勢の思想は、戒律と念仏の両方を重視する点に特色があり、この点が同じ念仏でも、法念の唱えた、先週念仏、新蘭の唱えた、悪人正気の教えとは異なる点である。元気二年、織田信長による、冷叡山焼き討ちの際に、最強寺も消失した。 本堂は消失の3年後に復興した。消失した旧本尊の代わりに、甲賀郡の上福寺という寺から、阿弥陀如来像を迎えて、本尊とした。この阿弥陀如来像は現存し、重要文化財に指定されているが、この像が元あった上福寺については詳細不明である。また、現存する本堂は、その後改築されたもので、江戸時代中期の原文4年の上等である。 上記の信長による、比叡山焼き討ちの後、大御国志賀軍は、明智光秀に与えられ、光秀はこの地に、坂本城を築いた。光秀は、坂本城と、地理的にも近かった、西京寺との関係が深く、寺の復興にも、光秀の援助があったと推定されている。光秀が戦死した部下の供養のため、西京寺に供養前を寄進した、際の寄進城が寺に現存している。 また、境内には、光秀の供養塔や光秀一族の墓が建っている。天正18年、御用税天皇は臨時を発し、王人の乱を、荒廃して、廃寺となっていた京都、岡崎の保守寺をその末寺である、西強寺に合併させることとした。保守寺の寺席は、西強寺に引き継がれ、保守寺伝来の仏像、仏具等も、西強寺に移された。 寺の正式名を、県発祥最強寺というのはここから来ている。現在、最強寺客殿の仏間に安置される、秘仏、薬師如来座像は、発祥寺の遺仏とされている。最強寺は、天台宗の中にあって、念仏と戒律を重視する独自の一派を成していたが、近世には、他の天台系寺院同様、日光林王寺の支配下にあった。近代に入って、 宗派独立の動きが強まり、1878年から、天台宗新税派を名乗るようになる。1941年には国策によって、天台宗、天台宗自問派、天台宗新税派の三派は合同したが、太平洋戦争後の1946年三派は、再び分離し、天台宗新税派は、天台新税宗として独立した。新税制前身 めぐみまことあきら神格神会、新覚深海。新行深。源の町、深昇、深縁、深城舞縫、まみこと神、高志、深前深。堺真真文間際神神神神、まほ、まっさふみ、まぎ明深。あかし、深。に大鳥、深梁、正雄お、深。真まこと、通る、深。純、深。あきら、深度、深。全、深。拓、深。昇、深。喜び、真空、深。深。剣。深。両、深。炉。真炉。深。炉。深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 。 経六か寺のシーンが並んでいる。山道の正面付きあたりには、直指門があり、その左に、周祖大師殿、奥の小高くなった場所に、本堂、客殿、書院などが立つ中心仮んがあり、回廊で結ばれている。中心仮んを見下ろす高台に、新勢承人病がある。境内には他に、明智光秀の供養塔、阿弥陀二十五菩薩石仏などがある。 ありがとうございます。